かなです。どうもです。ちゃんともです。はい、イエーイ。この度私がお付き合いしていた彼とお別れをしたということで、失恋飯という企画をやっていきたいと思います。でも長かったよね。長かった。2年4ヶ月ぐらい付き合ってましたね。はい、ということで今日はヨナちゃんを励ます会をしたいと思います。イエーイ。ありがとうございます。スタバを買ってきたので、食べながら。スタバ大好き。食べながら。やったね。ちなみに朝もホワイトモカを飲んできたっていう。乾杯。乾杯。一つなんで。いただきます。うまっ。マジこれ一生飲めるだけさ、一回別れたんだよ実は、うん、ほんと去年、うん、マジ多分同じぐらいの時期に一回別れて、うん、その時になんかあいやなんか泣きながら動画撮ったの。え、実は別れましたとか言って泣きながら動画撮ったんだけど、結局よりも無視なんかしかもでもいや、別れだけどマジでキモすぎて無理って なんで別れたの今回。なんか普通に元々のその性格が結構真逆だったから、うん、その一緒にいてもちろんめっちゃ楽しいこととかもあったし、うん、別に仲は良かったんだけど、そのなんか一個こう揉める時とか結構大変で、うん、結構あんま喧嘩しないから、うん、喧嘩あんま一つさ喧嘩しないからさそのそういうのがちょっとストレスとかにもなっちゃったりで、そうしかもそのさっきも言ったけど去年一回別れてとか、うん、もうさ一回そうなったらやっぱもう続かないのかなみたいな。うん、気持ち的にもさ繰り返すよ。そう 100% にさやっぱ戻るのってめっちゃむずいじゃん、うん、やっぱそういうのでまたプラスで喧嘩が増えてとかそういうのでちょっと難しいのではないのでしょうかと思ってなるほどね。しそう2年4ヶ月だけど本当にほぼ毎日一緒にいたからすごいもっと長い、うん、いたい感じ。家族みたいなね。そうそう。いや、同棲はしてないんだ。うん、こう半同棲みたいな感じで、うん、その思い出がめっちゃ多かったの、うん、マジで、うん、過去一多分その前言っても元からそんな多くないけど、うん、その中でも一番多分いっぱい思い出を作った人だったから、うん、なかなかこう言い出すのも辛くて、うん、全然言い出せなかったけど、なんか相手にも失礼だと思って、うん、そんななんかさ確かにめっちゃ大好きみたいな、もう一生ずっといますみたいなテンションだったらいいけど、え、スムーズに別れられたの？割とスムーズではあったかな。そんなにこう他とかもして喧嘩して別れたとかじゃないし、ズルズルしてたわけでもない。結構お疲れ様でした。お疲れ様。いや、なんか失恋ってなんか別に悪いことじゃなくない？失恋って別れって悪いことじゃない？いや、ない。マジで。本当にそう。別れた瞬間はマジでなんかうわ大丈夫かなうちみたいな、うん、思うけど、わかる。これもやっていけるのかな。新しい縁が入ってくるよねマジ。別れたらやっぱそうなんだ。これ多分いつも入ってくるイメージある。でもなんか別れてから、うん、やっぱ友達のマジで大切さに気づか、ごめんね、気づかされた。約束したのに、うん、あ今彼氏に誘われたからごめん遊べないみたいな。確かに痛い目見るわ、うん、これは思った。別れてから別れた時一人になりますか、うん、友達のそれで先に別れてよとか言われてもさ、うん、まあ、あとはなんか、なんだろう、周りから応援されない恋愛とかは良くない、ね、良くないと思う。友達からやめなって言われる恋愛は本当に後からマジで良くないなって思う。友達が言うこととお母さんが言うことはガチで当たってる、うん、でもさやめなって言われる時って結局こっちが彼氏とかの不満に思ったことをなんかこうこうこうなんだけどなんかおかしいよねって言ってる時じゃん。別に自分が話持ってない限り別にそれが多分全てだから、うん、それでやめなって言われたらやっぱだよねとはなるけど、でも結局さ人にやめなって言われても多分好きだったら無理やん、うん、やっぱ情とかが結構だるい。うちは結構情に熱い女だからこう別れるとかまで、ね、時間がすごいかかるタイプかもしれない。さ友達とかに話しすぎてさ結局のろけないじゃん別にわざわざ、なんかどちらかというと不満とか、うん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 、だからさそれは友達からしたらさいやそれはやめなってなるじゃん、うん、けどやっぱ自分にしか分かんないいいとこもあるからなかなかね別れらんないとかはあるよね。一瞬で冷める瞬間ってないですか？例えば浮気されたりとか、なんかもう気持ち悪い怪物にしか思えない。冷たくされたら冷めるうち。ああ、そうなんだ。でもそうだよね、多分。そうだよね。
かんない、冷たくされたことないかもしんない。うち、いやだからちょっと LINE とか絵文字なかったうちハートとかすごいつけてほしい。可愛いんだけどでもそれ結構なくなったらやっぱ寂しいね。じゃあ、うん、浮気は冷めるね。確かに浮気は、浮気ありえないね。最近思ったのは、浮気キモいけど血の迷いみたいなんじゃん、血迷っちゃいましたみたいな、また、うんうん、それがこっちが相手に対してどのぐらいの好きかにもよるけど、別れるとか許す許さないは、うん、けどめっちゃ好きだったとするじゃん、うん、けど浮気されたらうちとりあえずリピートされなければいい気がする。あ、確かに。ワンナイトしちゃいましたって言って、うん、もう一回そいつととかはもうマジでやばいけど、うん、体の浮気でしょ、ガチの。そう。ガチの酔っ払っちゃって、そう。シラフで昼間から会ってるわけやで。そう、それはない。マジで最悪だけど。そう。酔っ払って浮気とかだったら、意外とうち割と許しちゃうタイプ。許したくないんだけど許しちゃうし、うちも。ね。あとはなんか。てか、なんかバレないでいてほしいかも。そう。マジ墓場まで持ってってほしいな。あとなんかあれじゃない、浮気しましたでさ、お前浮気しただろって言ってさ、すぐ謝るかどうかじゃない。え？は？みたいな、ちょっと言い訳チェックに入ってきたらキモいなと思う。冷める時？そう、なんかさ、浮気したっしょみたいな、うん、言ってすぐ、はい、ごめんなさいって言えるタイプか、うん、なんか、え、なんで？みたいな、うん、なんで？みたいな、突っかかってくるやつだったら無理か。逆ギリは無理。意外と大人になるってこういうことだなと思ったのが、浮気を許せるようになっちゃったことと、うん、それ自分もその人だけじゃなくて他の人見ながら付き合うっていうことの理解ができるようになった。うん、結構恋愛ってあれじゃない、盲目になったら終わりな気がする、うん、例えば彼氏がいて超大好きだし一番大好きなんだけど、うん、私にはこの人しかいないって思っちゃったら無理かも、うん、なんか男なんていっぱいいるんだしイケメンなんてよーく探したらいるからマジでいるよね、本当にいるんだよ。そう、引きこもったらダメ、歩くのが大事深い深い深い出会いの場に行くの大事だよね、マジで。そう、まあでも彼氏がいるときわざわざ出会いの場に私は行くいや、でも逆に、いや私は行くぐらいのスタンスの方がいい気がするよ、うん、私は行けないの、行きたいんだけど、なんか行けなかったのね。行けなかったの、この2年4だから付き合ってた4か月え、マジで、え、すごかったよね。まず男の人に出会ってない。うん、いや最高なんで、みんな、え、これが最高かも。って2年4ヶ月、うん、最高。私多分11ヶ月とか。うーん、今は、今は多分1年経ってないから。え、じゃあ今が最高、多分まだ最高。いいね。私は1年半ですね。1年半か。1年半。結局どんな理由だろうがさ、別れるといいな、辛い。うん。耐える、ぽっかり。わかる。毎日一緒にいたのに、急にいなくなるのかって思うと、とか思うけど。失恋は悪くない。え、悪くないと思う。うん。いいことです。で、なんか今回で、思いました、それ。なんか別れたら、こんなに世界も広がったんだ。結構時代でしたけど、結構あれだもんね、なんか二人の世界とかさ、なっちゃうのよ私って。素敵みたいなのあった、本当にどの景色見てもういみたいなよかった。別にネガティブじゃないってことだもんね。今は全くネガティブじゃないんですね、それが実は。でもだからといって別にその男のことを悪く言うとかもないし、でも優しかったと思う。うん、そう、普通に優しかった、スッキリだったしね。あ、そうそう、相手もだからそういうのもあったんだよね。なんかこんなこの人ぐらいうちのことを今後愛してくれる人がいるのだろうか、いるのだろうかみたいな。分かる、そういう気持ちになるよね。絶対にいないって決めつけてたの。いるのよね、多分いるんだよね。いるのよ。だけどその時はいないと思ってんの。だから余計に本当に離れられない。うん、次付き合うならどんな人がいいとかありますか。私結構今までこう自分の真逆のタイプ、うん、の人しか付き合ったことがなくて、性格とかが、うん、全く多分、ま、似てない、ま、全てが正反対、うん、考え方とかがの人しか付き合ったことがなかったんだけど、逆にめっちゃうちみたいな同じタイプと付き合ったらそしたら平和だと思う。なんかおもろそうだなと思って、うん、嫉妬とかはもちろんあるけど好きだったら、うん、けどあれダメこれダメとか言わないから、それを言わない人っていうか、うん、なんか全体的にきっとちょっと考え方が一緒、その恋愛の価値観とか、うん、が一緒の人と付き合ってってみたらどうなんだろうなみたいな。あとは今まで A 型しか付き合ったことがないので、うん、A 型以外を
A 型ってさ、結構細かいよね。私が O 型なので、それも真逆なんで、大雑把なのと几帳面で、うん、A 型以外を探したいですね。 A 型になんかでも惹かれちゃうんですけど、へえ。でも友達とかもそうだし、ガチで A 型ばっかなんで。私も A です。でも A 型になっちゃうよ。でも今も A に囲まれてるんですよ。好きなんだけどね、めっちゃ人として。だけどなんか恋愛になってくるとちょっとやっぱ違う。 AB の男だけは本当に無理。何型って聞いて、あの AB 型って言ってきた人は絶対恋愛対象にならないって決めてる。 AB の男に出会ったことを、あーなんかその恋愛としてじゃなくて、うん、あるけど、確かに変。変だよね、本当に。人を沼ると思う、わかんない。AB の男魅力的。しかもね、 AB 型の男ってイケメン多いの、めっちゃ才能の持ち主だからな。AB って、うん、AB の男は確かになんか不思議だもん。え、なんだろうね、どういう人が合うかな、うちって。おっとりしてる人がいいなと思うんだけど、はい、束縛もせずに。でも結局付き合う人いつも結構ちょっと神経質っぽい人が多いなと思う。え、じゃあおっとりしてて優しい人にすればいいってこと。そうなるほどね。おっとりしててほしい、次は。おっとりさんだ。で、あと結構怒らないみたい。いいね、なんかいいね。怒んない。怒らないおっとりさん、ぜひ拾ってください、はい、私。みんな幸せになりましょう。みんな幸せになりましょう。乾杯。うまっ。うまい。はい、ということで、プラの、失恋飯の企画を撮ったんですけど、どうでしょうか。どうでしょうか。はい、ちょっと幸せになりたいと思ってるので、応援よろしくお願いします。お願いします。はい、今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。じゃあみんな幸せになろうね。なろうね。バイバーイ。